ばんは、ひろゆき Z です。博多お買い物切符でですね、博多お買い物切符3100円、下曽根博多間の特急電車の自由席と、1000円分の JR 九州博多デイトスなどで使えるお買い物券がついている券で、もうぎっとりとした豚骨ラーメンを食べました。で、私また小倉に戻りますので、こちらのね特急ソニック55号に乗りたいと思います。AO1 トップナンバーですね。で、私また7号車に乗りたいと思うんですけど、まだガラガラです。でも今20時19分出発の、今20時10分9分前ですね。ですけどね、もう早めに乗っておかないと混雑するんですかね。今日は土曜日なのでそこまではないと思うんですけど、今日は駅メモでですね、福岡県全域制覇しまして、マスターオブ福岡の称号をゲット。ちょっと駅メモはね、この先ちょっと休憩しようかなと思います。ちょっとやっぱなかなか大変です。このね AO1 編成に乗りたいと思います。今日ねラーメンを食べたんですけど、あまりね僕外でラーメン食べるとあんまりそういう好んでするタイプじゃないんですけど、今日は久々にお買い物券がついたということで1000円分ラーメンを頼んで買い玉なんかしちゃったりしましたけど、いやお腹いっぱいです。今からですね、この特急ソニックに乗って帰りたいので、ライトがつく瞬間まで撮りたいな。ライトつかないかな。久々のトップナンバーに乗りますね、01。お客様にお願いいたします。駅構内でのスマートフォンなどの歩きスマホはお客様同士の接触やホームからの洗濯などにつながり大変危険です。じゃあ乗車しますかね、7号車にね。ライトがチカッてついてくれたらな。まだなんか乗るのもったいないような気がする。列車が来る、あれも撮影しましょう。これは何でしょうか。あ、特急緑佐世保行き27号って言ってましたね。夜なんで鮮やかにオレンジが映るのか。はい、ハウステンボスカラーですね。黄緑と佐世保と博多と混じってるな。大文字783系特急電車、今日はこの特急ソニック55号に乗ってですね帰りたいので、自由席は4号車、5号車、6号車、7号車です。今日はね、地下鉄七駒線は乗りませんでした。もうレーダー照射でね、六本松まで取れたので、それで制覇できますと。ちょっとあっけなかったですけどね、予定より早く帰れるのかなと思いますけど。また特急電車来ましたね。特急型車両はね、いいですね。この特急ソニック55号はね、結構停車駅結構あるタイプですね。まあ土曜日の夜ということもありまして、週休2日などはある会社ではね、あんまり
仕事ないでしょうからね。そんなにせかも早く皆さん帰られたか。はい、あっちはね787系特急電車がありました。あれはどこ行きだ。あれはきらめき号かな。間違って切っちゃった。イルキゼットです。特急列車がいろいろありますね、博多駅は。こちら特急ソニックはね、あと5分で出発なのでちょっと乗りましょう。乗りましょう、乗りましょう。結構ガラガラ、ありがたい。ガラガラでありがたいです。ちょっとね、豚骨ラーメン食べた後はね肝臓が働くんで喉が渇くので、たっぷりと水を買いまして、お休みになられるお客様、お休みになられるお客様の
かいらない。払い物し。シートライトに、ね、入れてきます。だって自由の字って書いてある。下津の前に乗って戻りましょう。